新生児呼吸休白症候群は、新生児呼吸不全の一つ。肺の未成熟によって、肺、ク白ントが欠乏し、肺コンプライアンスの低下から、肺胞巨脱、肺血管抵抗増大の病態を呈する。発症は、生後2から3時間後であり、リスクファクターとして、下記のようなものがある。また、動脈管解造症の併存が高頻度で見られる、ことも知られている。 心銀、多呼吸や努力性呼吸が見られ、チアノーゼを呈する。血液ガス分析では、パオニの低下とパスカル CO2 の増大と、アシュドーシスが見られる。胸部 X 線写真では微慢性細胞、下流上陰影が特徴とされるほか、ボムゼル分類2型以降では、気管市内の空気による、投量像、ボムゼル分類方型では、すりガラス上陰影が見られる。 また、特徴的な検査として、用水の消耗末安定性試験がある。これは、サーファクタントが直径15マイクロメートル以下のマイクロバブルを安定させることを利用したもので、100倍の顕微鏡下において、用水では5マイメートル平方メートル未満、胃液では10平方ミリメートル未満のウィークであれば、ほぼ確定診断となる。治療は、 人工サーファクタントの投与と呼吸管理による。この人工、サーファクタントとしては、田辺三菱製薬のサーファクテンが多用されている。サーファクテン1ボルトあたり、生理食塩液4ミリリットルで、よく見学し、1 2 0ログラムを生後8時間以内に、期間内に投与する。肺内に行き渡るように、投与は4、5回に分けて行い。 一回ごとに大変換する。三白点において副作用は報告されていない。また、PDA が閉存している場合は、これに対する標準的な治療であるシクローキシゲナーゼ、阻害剤投与が行われる。PDA 閉存例の場合、RDS が治療によって改善すると、肺血管抵抗が低下するため、動脈管を介しての左右シャントが増大して、 心不全を来たす恐れがあることから、PDA の治療を並行して進めることが重要である。新生児一過性多呼吸は、ウェットラング、通型 RDS と呼ばれていたもので、出生直後において、肺胞液や溶水の吸収遅延から RDS 様の症状を呈する。低王切開での出生時に多く見られる。診断は、生後6時間以内に出現する多呼吸を伴う、 呼吸障害について、除外診断によって行われる。多くの場合は、多呼吸を思祖とし、呼吸音は、生命、胸部単純 X 線像では、肺門部血管陰影の増強と、抹消肺矢でのエアトラッピングが認められる。症候末安定性試験は通常は陽性である。症状こそ RDS に似ているものの病態は全く異なり、通常は30から40%の、 酸素投与によって、後遺症なく治癒する。また、5cmH2O 程度の持続軌道腰圧を加えることも有効である。ただし、肺胞からの血清成分動質で二次的に、サーファクタント欠乏を起こして重症化することがあり、この場合は、RDS と同様のサーファクタント補充療法が行われる。ありがとうございます。